どうも、極楽くんです。極楽くらーどん、ね、再び来ました来ました。あれ、なんの、なんで来てるん、あのさ、なんで俺のやつないの。いやいや、だって歌わないでしょ。歌わへんけど、いやだから極楽くんとして来られてるっていうこと。だからこ、いいよ。だからこの T シャツがね、物語ってます。やっぱ今日から俺もおやろ、覚えてきたよ、ちゃんと。またこう僕らのインタビューに来てくれたんかなと思って。なんでそんな俺あれやの。いやもう前回その来られへんかって、はいはいね、そのワイプ処理みたいな見ながらね、あね、やってもらいましたけど、解説というそうはいかんぞということで今日来たけど、ほんまに綺麗にユニフォームをくれんと。いや、それ僕らはどうしようもないっすよ。でやねん、それはやっぱりね、マルキアミは一人はいないって。そうそう、それは俺これ違うよ、あの嫌だからない。嫌はやめよう。嫌はやめよう。極楽くんずちょっとここ、うん、ほんまに一人ずつ歩いて、はいはいはい、どっちが声かけられるか。あー、なるほどね。よよ、あ、青に一人でよかったな、俺な。どっか、じゃああの銅像ぐらいまで行って帰ってくるにしましょうか。行ってこう、で、どっちが先か一人ずつ行ってな。あー、わかりました。ほんで、ちゃんと横浜 FC のサポーターの皆さんにどれぐらい認知されてるのかっていう調査、はいはいはい、なるほどね、しましょうよ。多分すぐですけど、まあ一瞬で、まあ、殺到するじゃん。取材 OK やったら皆さん呼んで、ちょっとお話しさせてもらうと。あ、そうですか。どうですか。じゃあ取材遠くから撮影してる。そう隠れてね。取材交渉も込みで、うん、じゃあはい、わかりました、ね、じゃあまずじゃあ B 君から行こう。まあ僕極楽くんずさあ行きましょう。1本目リトル B の1本目第一感もあるんちゃうんですこれ。あれなんかもう目線をしてんもん。なんか目線を映ってます。 B、 いや見失った。どこ行った。あれどうなあれ。ちょっと先出しちゃう。あんま声かけられてますよ。先出しちゃう。いやこれさっき手振ってくれた人。これ先出しや。あれはセコ、手振ったな。前回出ていただいた方でした。極楽くんず。次は B、 UI。 いやいやもう。あ、そうですね。いやだから違う人に。あ、なるほど。あの人らはあれやから。いやこっちとは言わないで。いやいや。ここはまあ。だから今度は B、 じゃああっち行って、あっち行ってすれ違う人に声かけられるかどうか。ほんまに全く顔ささないですよ。来てない。僕めちゃくちゃすれ違う人めっちゃ目見てますからね、最後の最後まで。全然ですね。極楽くんず歩いてないよ、まず。そもそも、じゃあちょっといいですか。そもそもまだ早い、ね、ちょっと早い、ね、言い訳をすると、ね、時間が全然歩いてない人。今日はだってチケットはソールドアウトやからね。ああ、なるほど。そりゃ試合前はなるよ。まあ前回出ていただいた方を見つけたっていうだけの見つけて僕が寄っていったっていうだけの大切だ、大切なことでしたけど。最高だよ。しましょうか。だからちょっと行きましょうよ。なんか食べ、はい、なんか食べましょう。お腹すきました。レースはありますか。あれ今日はちょっと結構かけてくれてんのかな、いつも。こんにちは、お願いします。いただきます。今日もお願いします。トカチブダだ。ちょっとでもなんかリアルに僕はちょっと感動してますよ。2人だって、はい、その普段はね、はい、みんなこう拳を上げてっていう、そうですね、
感じはめちゃくちゃ認知されてるわけで、いやほんまに嬉しいっすね。嬉しい、ほんまに。いやすごいな、やっぱさすが公式応援ソング。そうですね、歌ってるだけはある。前回だから結構ゴックラックもねやってもらったんですけどね。今ちょっとお前声の手の上げ方とかさ小さい、なんで恥ずかしかったんだ。いや恥ずかしいです。ゴックラック、上こんな上やったっけ。こうやったっけ。マホロこんな上。あ、でもさっきのあの彼女たちあれじゃん。あ、そうですね、 FC ガールズの。ちょっと交渉してみたんです。ますね、FC ガールズ。 FC ガールズが交渉。今プライベート、今ちょっとタコライス、あれマネージャーさんじゃん。聞いてみた。ちょっと聞きに行きます。聞いてみて。 OK やったら出てもらおうや。なんかいけそう。え、ケンさんの名前でいけそうな。どういうこと、なんで俺関係ないやろ。俺なんで関係あんねんな。 ET キングってめっちゃ言うてもらった。なんでやビビってもらった。なんでビビるの。いやもちろんね、認知はしてもらってますから。あ、歌ってました。さっきだって写真を撮ってたやん。ね、それどういうメンバーで YouTube やってるかっていうのね、ちょっと説明します。まあまあ、それは大体注文だけさせてもらっていいですかっていうことだったんで、うん、で彼女たちも彼女たちで、あの SNS に、まあ、ご飯を載せるというのが今やってまして、その後ねちょっと。なるほど。極楽クイズ、はい、さっきね僕声かけに行きましたけども、怪しかったけどね、なんかだいぶ怪しかったでしょ、中姿が。はい、はい、まあ早速紹介していきましょう。はい、登場してもらいました。どうぞ。FC ガールズ、FC ガールズ、FC ガールズ、横浜 FC ガールズ、横浜 FC ガールズの皆さん、こんにちは。よろしくお願いします。お名前は？あ、玉美です。玉美さん。はい。サッチです。サッチ。サッチさん。はい。サッチちゃん。はい。小日向葵です。葵ちゃん。はい。ちょっとフルネーム。こういうパターンありますね。はい。お、普段はさん方で活動されて。あ、もう一人です。もう一人。あ、なるほど。で、横浜 FC を応援されていると。で、それ、あなた一緒じゃないですか。もう仲間ですね。で、これ喋るの初めてですもんね。初めて。会ってはいるんかな。知ってました。このオーレラエーロっていう、今、ウェイクアップって歌ってる。はい、めっちゃ聞いてました。あ、あれだ。はい、その人たち。聞いてました。卒業してます。まあ、1ヶ月前ぐらいで。過去ね。ありがとうございます。どうですか、あの楽曲、曲として。爽やかで、うん、また青春を感じるって。ほら、青春は俺は初めて言ってもらいましたけど、嬉しい。いや、いいね、青春を感じるっていい。体育祭とか思い出すのかな。ぴったりだなっていう。嬉しいな。僕らもちろんね、歌でっていうところで、あの応援をしていってるんですけども、普段具体的にはどういった曲を応援する活動、どういったことですか。まあ、横浜の魅力を発信したり、うん、あとはグッズだったり、あとグルメだったり、そういうものを紹介させてもらって、はいはい、あのホーム試合の時だけあの FC ガールズはいるんですけど、その時に SNS を通して皆さんにこういうのありますよって。たまにグラウンドに勝手に入ったりとか。たまにちょっとすんのかい。俺らも入りたいな、それ。そうか、じゃあみんなでこう盛り上げて、まあ企業盛り上げてると。でも今日じゃ初リンクいいじゃないですか。いや嬉しい、本当に良かったです。ほんま嬉しい。これでね、この番組というこのチャンネル自体が、はい、この番組で極楽チャンネルという YouTube のチャンネルをやっておりまして、で、まあ、彼らがね、このエロでこう岡部さんお世話になってるところで、今日はちょっとロケで来てるんですけど、嬉しいね、出演していただいてね、ご挨拶があって、はい、我々に締めの挨拶。それだけ、一緒にやっていただけたら。ちょっと恥ずかしい可能性もありますけど。全力で、はい、全力で。じゃあ、極楽チャンネル、みんな登録してね。登録してるの言ってもらえたり、そうで登録してねとか言ってもらえるとありがたいなと思って。はい、僕らクーズチャンネルみんな登録してね。ブックラックは便利ですよね。はい、じゃあ僕らこの並びを使って、はい、僕らクーズチャンネル登録してね。ブックラック、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。
横浜 FC ガールズの皆さんでした。ありがとうございました。おめでとうございます。極楽クイズ。はい、ありがとうございます。なんか知っていただいて、極楽クイズを見ていただいてるということで、めちゃくちゃ嬉しい。嬉しい。ファン歴長いです。横浜 FC の試合で知ってくれたの？あ、もちろんです。わー、嬉しい。ファン歴長いです。結構長いです。あ、10年ぐらい。うわー、2人一応盛り上げてやってるんで、YouTube をご覧いただけたということですね。じゃあ、いつもの、毎度の締めの挨拶だけ一緒にお願いします。そうですね、極楽です。はい、どうも極楽でした。極楽、ありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃ嬉しい。ありがとうございます。優しい。ありがとうございます。嬉しい。ありがたい。ちょっと待って、もう嬉しいな。だって、極楽いつも見てくれてるわけですから。すごい。ウェイクアップのみならず、この勢いで行こう。この勢いで、はい。極楽クイズ。ちょっともたもたしてる間にどんどん列が、まあそうなんですよね。並ばれてる。人気の。それは今のはしゃあないよ。人気なんですよ。明太マヨね。はいはい。大盛りな。大盛り。結構怖そうなお兄さんですけど大丈夫かな。いや、ほんまに。最終腕っぷしとかってなったらちょっと自信ないな。え、なんでそんな話なの。これでは無理やろな。その発想だったら一番あかんやつ。そうですね、何の戦力にもならへん。弱気な、そこそ弱気な。そうそうそう。ブルドッグカフェさんです。ちょっと待って、ちゃうやん、その500円しかないっていうところも取れてない。あ、それ最初に、それ取れてんじゃん。え、取れてない、取れてない。え、500円しかないわ。あ、そこはちょっと。やりました。しゃすごいな。ほんまにちゃんと言った。いや、もう関西魂でね。なんで言った。いや、まあもちろん僕ら2人しか、うん、まあ2人でこれね、そのおーおーの人らやでっていう、まあ、言うたんですけど、正直ほんまに500円しかないんで、うん、なんとかお願いしますっていうのはほぼ泣き落としみたいなところで。そうなんや。あっさりでしたよ。めっちゃいい。めちゃくちゃいい人やん。めちゃくちゃいい人でした。横浜 FC の応援ソングを歌いに来てて、今日も歌います。でお店の宣伝もさせていただくんで、なんとか500円で明太マヨ大盛りにしてくれないかということで。大盛りまで言うたん。いいですよ。そうですよ。ほんね、モロタン、はい、ものすごい優しい。すごいな。ブルドッグカフェさん、ありがとうございます。本当に待って、優しい。うまっ。いや、もううまい。うまっ。ああ、明太マヨにして正解する。うまい。ほんまもちもち。いや、皆さんそれは、な、みんながみんなそんなしたらあかんけど、はい、いけたな。でもそうですね。カフェって、ほんま美味しい。美味しい、これ。めっちゃうまい。絶対うまい。これさすがにこれはマジやな。これどうやけさん。これマジでうまそうやな。お兄さん、改めてありがとうございました。先はすいませんでした。またメンバー全員、あ、じゃあ極楽やってもらう。あ、YouTube やってて、極楽クイズって言うんですけど、はい、それでなんかの決まりのあれがあって、極楽クイズだけやっていただいていいですか。うわ、すみません。うわ、優しいよ。本当にブルドッグカフェさん、ありがとうございました。ブルドッグカフェ最高。極楽クイズでした。極楽、ありがとうございました。買うように。美味しい、美味しい。いやいや、これこいつありがとうございます。すみません。ありがとうございます。ぜひ。はい、ありがとうございます。極楽クイズ。はいはい、真ん中に。ちょっと髪今から青にしますんでね、僕。今から、はい、めっちゃ違う。こうちゃん最初、こうちゃん、こうちゃん真ん中。はい、どうぞ。活動の一緒に撮りましょうか。ありがとうございます。はい、チーズ。いい写真。すごい。僕も一緒に。えっ、ちょっとほんま凄ないですか。あ、じゃあ、こうちゃんここ、こうちゃんここ。これ、極楽クイズチャンネル、オーレラエーロチャンネルにした方がいいんじゃないですか。じ
しょう。勝ちま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 しょう。5時10分には始めてくださいね。5時10分には。勝ちましょう。勝ちます。勝ちます。これ YouTube 乗りますよ。YouTube 乗ります。お願いします。バッチリでーす。いやいや最高。ラッパー。ありがとうございます。はい、お願いします。頑張りましょう。バイバイ。さよなら。こうちゃん、こうちゃん。ありがとうございます。ご覧いただきまして、誠にありがとう。はい。じゃあ、いよいよ試合です。はい。頑張って、じゃあ、お二人コーマーズ楽しみにしようなと思って。そうですね。はい、頑張っていきたいと思います。はい。どうも、極楽寺でした。極楽寺。すごいな、やるぞ。やった。Stop.